ウシュアイア、ウシュアイア現地ではウスアイア、またはウスアイアと発音する。IPA, U, スワジャから、U, スワ JA から、U, スワイ A は、アルゼンチン南端、フエゴ島に位置する都市、同国ティエラデルフエゴ州の州都である。2014年現在、の人口は約7万人。ウシュアイアは、南位54度48分、成形68度18分に位置し、 世界最南端の都市であるとされている。市は、ビーグル水道に面している。広廃地の山が海に迫る地形であるため、市街地は、ビーグル水道に沿って発展している。広い湾内の内側にあることから、先住民や元族が、湾の終わりを意味する、ウシュアイアと呼んだ。ウシュアイアの標識、フィンデルムンドと記されている。ウシュアイアの他にも、世界最南端を名乗る、自治体はいくつかある。 ビーグル水道の対岸、チリのプエルト・ウィリアムズは、位置的には、ウシュアイアの南にあるが、人口、約2000人とウシュアイアに比べてはるかに少ない上、チリ当局でも、地ではなく、町としている。プエルト・ウィリアムズ自体は、世界最南端の町を名乗っている。一方、チリ最南端の市、かつ南アメリカ大陸最南端の都市で、世界最南端の市を名乗っている。プンタアレーナスは、 人口13万人で、ウシュアイアの2倍の人口を抱えているが、位置的には、ウシュアイアよりも 200km 以上北西にあたる。他にも、ウシュアイアの南に人口100人に満たない小さな村がいくつかあるが、それらは都市とはみなされていない。ヨーロッパ人の入植者がやってくる以前は、この一帯には、先住民族である、フエゴ人、ヤーガン族が住んでいた。ウシュアイアという名は、 イギリス人の入植者がつけたものであった。20世紀前半のほとんどは、死は凶悪犯を収容する刑務所の周りに発展していた。囚人の脱走を困難なものにするため、かつてイギリスがオーストラリアを流刑地にしたのに習い、アルゼンチン政府は首都ブエノスアイレスから遠く離れた、この笛子島ということに流刑地を作ったのであった。流刑州はここに住み着くかはなく、 刑務所の周りの山から木を切り、平地に運んで町を作るのに、ほとんどの時間を費やした。また、森林から町へと木材を運ぶための鉄道も建設した。現在では、この鉄道は、南笛ェ鉄道という観光用の鉄道として使われている。近年では、牛アイヤは、笛ェ島国立公園や、本ーン岬などの観光の基地として発展を遂げてきている。交通も整備され、 ブエノスアイレスとは航空機の便やアルゼンチンハイウェイで結ばれ、かつてのような古島ではなくなってきている。ウシュアイアの気候は1年を通じて零涼である。夏でも最高気温は摂氏15度程度。しかし冬は、緯度の割には寒さが厳しくなく、最も寒い7月の最低気温でも氷点下2度程度。平均気温は摂氏0度である。欠片の気候区分では、 西岸海洋性気候に属する。気温の年角差が小さいことから海洋性気候であるとも言える。記録最高気温は1月に観測された摂氏29度と夏日まで気温が上がる場合がある。記録最低気温は7月に観測された摂氏21度。ウシュアイアは、フエゴ島国立公園観光の基地である。フエゴ諸島を訪れる観光客は少なくなく、その多くは、 ウシュアイアを訪れることとなる観光用の鉄道である南フエゴ鉄道は世界最南端の鉄道で、それゆえにトレンデルフィンデルムンドとも呼ばれている世界最南端の岬、ホーン岬へは船をチャーターしてたどり着くことができる。ビーグル水道が国境となっているため、この船はチリの領海を通るビーグル水道に住む海鳥やペンギン、この地域特有のシーウルフという魚を観察する。 ツアーもある。ジュール・ベルヌの小説で有名になった世界の果ての灯台も観光名所の一つである。また、ウシュアイアの近隣にはスキーエリアもいくつか存在する。ウシュアイアは南極観光の拠点でもある。また、ウシュアイアはアルゼンチン国南部の交通の連接点でもある。ウシュアイア国際空港にはブエノスアイレスとの航空機の定期便が発着し、サンティアゴや プンターレーナスをはじめとしたチリの都市とも国際便がある。ウシュアイア港からは、フォークランド諸島や南極大陸へのクルーズ、観光船が出港する。ウシュアイアは、ブエノスアイレスから南へ伸びるアルゼンチンハイウェイ3号線の終点であると同時に、パンアメリカンハイウェイの終点でもある。ハイウェイの終点には、アラスカまで 17,848km の標識が立てられている。 夏の牛あやし前景、2005年2月、ありがとうございます。